皆さん、こんにちは。みずるです。本日はね、インゾーン M9 の方、ヘッドセットではなくですね、モニター5種類展開のうちの M9、M3 というね、モニターのモデルが出たわけですけども、そちらの M9 またお借りしているので、こちらをですね、本日紹介していきます。すでにですね、先行予約が Amazon なり、ソニー公式ストアなりで始まっているわけですが、私ですね、3、4日間、3日、4日使い続けて、あ、これはいいなと思ったので、もうね、思わず購入してしまいました。先行予約みたいな、Amazon でね、購入しております。だから、そういう購入した経緯とか、まあ、理由とかもね、含めつつ、今回紹介していこうかなというところで、まず最初ですね、また外見から見ていこうかなと思います。はい、ということでね、前面はこんな感じです。前に持ってきてみたんですが、足がね、特徴的で白の足が一本真ん中にスッて出てきているようなデザインになってます。あとはね、ここにロゴがちょっとちっちゃく刻まれていたりといったシンプルなデザインなんじゃないかなと、思います。まあ、ソニーっぽいですよね。結構ごちゃごちゃとしたこうゲーミングモニターと、なんかまじまじとした感じではなくて、ゲーミングモニターというラインナップではあるけども、結構ね、デザイン的にも洗練されていると。シンプルが本当に目立ちますね。そしてね、じゃあ裏見ていきましょうか。はい、裏はですね、白になってます。こんな感じでね、でラインがね、入っていて、ここが LED で、ソフトウェアですね、色変えることができます。まあ、見えないですけどね、一応ゲーミングっぽさは入ってますね。で、ここですね、目立つとこといえばボタンがついていて、電源はもちろんなんですけど、ここにですね、スティックが入っていて、ソフトウェアを返さなくてもここでいろいろといじれてしまうというところで、結構便利なね、スティックがついています。そしてですね、ここ近づいていくと端子類がいっぱい並んでいるんですが、まあ、ここは見ればすぐね、わかります。 USB の ABC がそれぞれあったり、ヘッドセットの、ジャックがあったりとか、ほんと何でもありますね。これディスプレイポートもあれば、 HDMI 2個搭載してたり、あとは電源という感じで、モニターに中でもね、かなり多く端子が備わってるモニターじゃないかなと思います。あとはね、特徴的な足がですね、ここに1本、白いのが斜めに入っているといったデザインですね。こんな感じで、それを支える2本のアルミの、足がついて、 V 字にね、ついてるといった感じ。本当はここにフックがつけられるので、ここの配線から、ここたどれるという風に、配線がね、スムーズに見えるような工夫もされてるんですけど、ちょっとね、伸ばせないんで外しちゃってます。あとはですね、ここに配線口があるので、同じくここから抜けて、この中を通ってですね、ピューッと出てくると、ちょうど上に、抜けるような形になってます。まあ、自分はね、これ外してモニターアームつけちゃうので、おそらく購入したらこれですね、ワンタッチで、下のスイッチを押すと、ここモニターのね、足が全部取れるようになってるというところで、この下に、ベサのマウントのネジ穴もありました。まあ、なのでね、まあ、足使うよっていう方はこれかなり便利だと思うんですけど、モニターアームつけてしまう人からしてもね、安心のベサ対応なので、まあ、どっちでも用途としてはね、選べるかなというところですね。で、こちらのね、モニターなんですけど、もちろん上下昇降はできるので、押すだけもしくは引っ張るだけで、無段階にですね、この幅をですね、調節することができるので、まあ、自分の目線にすごく合わせやすいっていうのもあるし、あとは0度から20度に画面のね、角度を変えられます。これもまた無段階なので、すごく自分の視点に合わせてね、いろんな角度でゲームをすることができると。まあ、作業なんかにもね、この映像がすごい綺麗なので、なんかゲーミングモニターって歌ってはいるけど、すごい映像がね、めっちゃ綺麗だから後で言うけど、全然こう作業用モニターとしてもいいモニターなんじゃないかなと思っちゃいました。はい、ということで、ソフトウェア立ち上げてみたんですけど、ここでですね、さっき後ろのスイッチあったと思うんだけど、あそこで変えれるものとほとんど一緒ですね。ここで全部変えれてしまいます。まあ、なのでソフトウェア入れて変えた方が楽ですね。スイッチでカチカチやるよりマウスでポチポチやった方が早いです。で、ここでですね、プリセット変えたり、ゲームアシストっていう部類でいくと、さっき言ったフレームレートカウンター、あとはこういったシンク、VRR オンとか、ブラックイコライザー、段階調整とか、応答速度が標準高速、超高速選べたり、まあ、クロスヘアの有無、タイマーつけれたりとか、タイマーもね、面白いですよ、これ。10分でオンにすると、こんな感じでね、右上に表示されたりします。
まあ、分刻みでできないあたりとかはちょっと残念かなというと思うところでもあるんですけど、一応10分、20分、30分とか、その10分刻みでのタイマーだったら対応してました。まあ、どこで使うかは自分はあんまり思い浮かびはしませんが、まあ、一応こういった機能もついてます。あとですね、右側行くと画質調整というところで、この、モニターの画質自体をですね、明るさ、コントラストとかを、まあ、変えることができます。めっちゃ暗かった。今ね、自分結構80何%とかで止めてるんだけど、まあ、このぐらいがベストかなっていうところで勝手にいじってます。で、あとはですね、ガンマ、アスペクト比、ローカルディミングとか、いろいろ変えれます。で、色温度もですね、なんと、低、中、高と、カスタムできます。はい、ここでですね、M9、M3 と、まあ、同時期発売ではないんですが、M9 が先行発売、M3 が発売未定ですが、というところでね、ラインナップされているモニターになってます。画面サイズはどちらも27インチ、IPS 液晶のノングレアになってます。で、今回の M9 は 4K144Hz の 1ms、M3 がフル HD240Hz の 1ms となってます。で、違いとしてはですね、直下型 LED 部分駆動というのが M9 には搭載されていて、よりですね、こう明暗のつきやすい映像が高コントラストでね、再現されますといった感じの映像に関するですね、テクが非常に盛り込まれているモニターになってます。自分もね、初めてパッと映像をつけてみたときに、同じ映像とかゲームやっててもこんなに違うのかというところでですね、色がすごい際立って見えるのが本当に気持ちいいほどにね、綺麗でした。で、ディスプレイ HDR600 対応というところで、 M3 は400ですね。で、 DCI-P3 が M9 で、 M3 の方は RGB ですね。でどちらもね、 10.7 億色対応ということで、かなりね、やっぱり映像にこだわられてますね。まあ、今回購入した経緯とかも含めて言ったんですけど、やっぱ一番は今の時代って、まあ、1ミリセコンドでリフレッシュレート高いよとか、そういう部分って結構ねたくさんあるんですね。でどこでこの価格差を埋めていくか、自分が買いたいなって時に埋まっていくかっていうところで、やっぱね好みの映像だったっていうのが大きかったかなと思います。いろいろ特徴があってですね、紹介したい部分も多いんですけど、まあ、個人的感想で言うと、やっぱこの辺の直下型 LED 部分駆動だったりとか、まあ、かなりねコントラストが強いって言っていいのかな、またかなりね明るいしくっきりとした映像なんですよね。それがねやっぱ見てて、うわこれは綺麗だなって思った。であとね、オート KVM スイッチというところで、この入力機器がですね、普通だったら例えばゲーミング PC と、ノート PC と切り替える際って、ゲーミング PC のハブからノート PC に USB 切り替えしますよね、差し替えしますよね。そういったのがインゾーンのこの M9 に挿しておくこと、 M3 に挿しておくことによって、デバイスが連動してね操作することができるというところですね。まあそういったなんかユーザー目線の便利機能も備わってます。はい、ということですね、長らく使いました。4日5日ヘッドセットのレビューを出した後もですね、ひたすらこれを使い続け、まあ、ヘッドセットと組み合わせてですね、 APEX、バロー、エルデンとか、まあ、そういった普段やってるゲームからですね、またファクトリオやったりとかデスティニーやったり、まあ、なんかいろいろとね Steam で拾ってきて、バイオハザードやったりとか、まあ、そういった本当にグラフィックから何なりからいろんなねジャンルのゲームを遊んでみた上でですね、いやーやっぱねいいです。もういいと言って一言にこう限る購入経緯に関してなんですけど、やっぱねこの味付けかな、自分の好きな味付けだったっていうところに最終的に落ち着いたのかなと思います。やっぱねこう同価格帯のもので悩んだ時とかって、何で選ぶってなった時に人それぞれね、じゃあブランドが安心できるからとかねあると思うし、あとはなんか使ってみた感想で言うなら、こっちの方がなんか馴染むからとか、なんかこっちの方がモチベが上がるからとか、そういうところに結局ね最後行くと思うんですよ。まあ、そういった意味では映像が毎日見ていてすごく目にね楽しい映像だったというところが大きかったです。でスペックとかもですね、普段 4K144Hz なんてね全くやる機会がなかったんですね。もともとこう3090今クラブ入っていて、もう余裕で活かせてしまうのでね、ほんと 20% 30% 全然上回んないぐらい、稼働率ゲームやってても余裕で動かせてしまうぐらいのこう
入ってるくせにやったことがなくて、今回すごいいい機会でですね、初めて HDMI ケーブルとか 2.1、ディスプレイポート 1.4 とか買ってね、いろいろ試してみたんですけど、いや本当に変わる。で普段ですね60の 2K とかだったんですけど、分配器とかね挿してしまってるので、キャプチャーボードとか、ちょっとこれに関してはねもう個人的な事情なんですけど、そっからね発展したもんだから、もうめちゃめちゃすごい。普段やってるゲームがもう別次元に感じるんですよね。普通にちょっとこう速くなったとかだけなんですけど、それが積もりに積もって、まあ、全プレイに影響してくるわけだから、やっぱやっててね全然違うなんか新鮮さがありました。いやこれね、このスペック伊達じゃないなと。でそれをまあ押し上げてくる G-Sync とか VRR、LED の直下型 LED 部分駆動とかね、そういった盛りだくさんの機能が含まれたこのモニターだからこそっていうのをね、感じ取れたんじゃないかなと思います。で、まあ、苦言を呈すわけじゃないんだけど、ちょっと思うところとしては、あ、自分 PC でやってるので、パソコンのゲームでですね、今グラフィックだモッドだって入れてこの映像を楽しむというところで、やっぱ最大限に活かせる価格帯とこの機能のモニターなんじゃないかなと思うので、公式的には PS5 PC でいけますと書いてあるんですけど、 PS5 ももちろんねスペックは高まってるので十分ね使いこなせるとは思うんだけど、ちょっともったいないかなと思っちゃいました。自分は PS5 持ってないので、もう今や PC 一択になってしまってるんで、ここに関してはあのコンシューマー機器でやってる方からしたらまたちょっと意見は変わってくるかもしれないんですけど、個人的にこの価格帯まで来るとですね、コンシューマー機で使うのはちょっともったいないと思ってしまわざるを得なかったです。まあ、それぐらいいいモニターだったって感じですね。で結構価格はもう最後の最後まで高いなとちょっと思いましたが、結局そのモチベ上がるとか、そういうね気分が良くなるというところに押されて購入を決定したっていうのが一番大きい理由でしたということでですね、公式ページまた概要欄に貼ってあるので、まあ、まだね発売まで時間あるので、ぜひ悩んでる方はそういった、ページとか、まあ、あとはねたくさんの方々がレビューしているので、そういった方のも見てですね、あ、発売楽しみだなというところで、楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、少しでもね参考になったらぜひ高評価よろしくお願いします。それではですね、最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。みずでした。バイバイ。